お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちら1コス4枚シリーズ三重四辺ということでやっていきたいなと思います。で、数々の1コス4枚シリーズね、ロイジャイとか、ホグとかバルーンとかやってきましたけども、三重四ねめちゃんこむずい。今まで1っていうぐらい難易度高いです。なんか三重四は出せない場面でどうやって守るのっていう、僕がこの4枚は固定で残り4枚、三重四を入れた残り3枚は僕がね入れたんで別に変えれるんですけども、三重四ってやっぱこう三重四だけだと攻めきれないんですよね。ディガーだったりやっぱロイフグだったり工場バーバリアンとかがないとダメージをね入れることができないと。最近ですとこのなんかボムタワーウォールブレーカーとか、ロイジェのゴボールとか、なんか結構ね防衛硬いデッキもいるので、やっぱロイフグはね必須かなというところで、ロイフグ入れたら2枚しかなくて、でスペルでアンパイロリババも欲しくて、で1枚はねなんとなく有能入れたんですけど、いや防衛カードがぶっちゃけ有能しかないんですよ。なので結構ねゴリ押し系が鬼大変なんですけども、そこをね高回転の三重四でなんとかカバーしていきますというような、デッキでねやっていきます。よろしく。鬼大変ですとりあえず大変です、それだけ言っておきますね。はい、でもこれ1コスがやっぱ優秀な分戦えないこともないよねと。とりあえずロイフグゼッパですね。でこのデッキは三重四を出して1コス4枚出して三重四を出すパターンと、もう一つがロイフグを飛ばして1コス4枚でロイフグを飛ばすパターン、これがね三重四デッキではあるんですけど結構多いかなと思ってます。なんかそしたらそこのロイフグに無理やりファイボとかを使わせられるんですね。そしたらそしたで三重四が生きてくるよねというような感じです。さあここは許容しましょうか。もう許容してカウンターのロイフグを出せると最高的な気分になれそうなんですけども、出せそうにないので両サイド振っていきましょうか。で、ヒースピが、三重四にはすごい輝くよね。オーケー。ここは、左側通らなかったですけど、三重四のね、強みの、右サイドがね、落ちていきますよと。ペッカ工場なんですけど、今回の相手が。この1コスがね、偶然このユーノだったり、ゴーストだったりの受けに、超絶優秀。なので、このね、大ダメージを稼げました。で、ここな、三重四出したいですけど、逆サイドにね、フルユニットがいないんですよ、僕には。オッケー、ちょっと待ってからの三死で、ポイズン打たれたら打たれたっすね。打たれたら打たれたで、別に、この相手のペッカとマジアチャ、言っちゃえば11コストを、僕は三十死とタルババの11コストで守ってるので、別にこう、ね、すごい悪いことをしたわけでもない。別になんならトントンっていう。さあ、ここは1コストがね、輝いていきます。これはもう逃げ切れそうだけどな。なんか、最悪三重四固めて、ポイズン打たしてヒースピで回復っていうプランも、僕は右サイドですかね、できるので、なんならもう三重四展開していいですね。で、ここで、ポイズン打たれるかとか思ったんですけど、さ、ペック来る。で、これ1コスで耐えましょうと。ヒースピでこれさ、回復できねえかな。よいしょ。あれ今、サボったな。あいつら。よいしょ。やばい。急に。いや、いいザップ。30秒ですね。いや、これはもうね、固めちゃいましょう。いや、待って、やばい。一番嫌だ。なんもない。なんもない。で、さっきザップ使ったんで、OK。回転だけは、このデッキの強みですね、と。よいしょ。言うのが耐えて。うい、来た。さあ、まずはね、一緒。とりあえず大変。最初に1本折れたのは奇跡的にでかかったですね。あれね、なかなか折れないというか、今回施設がない相手だったので、ロフグがね、めちゃくちゃ通った印象ありますね。施設相手の攻め方がね、めちゃくちゃむずいんですよ。ロリババが鬼活躍するんですけど、ボムタワーとかだった場合、ロイフグとかね、マジで通んないんですよ。2周目、鬼の2周目とかで行くんですけど、その際の、ロイフグを飛ばした際の、真ん中タルババで、タルババにボムタワーの攻撃をさせるとか、結構ね、タルババがめちゃくちゃ大事になってきますね、今回は。さ
さあ、これまあとりあえず3し出しちゃおうかな。3し出して、うわお、これはタルババで引きます。でゴレの爆破とかに当たりそうなんですけど、まあここ回復させてね。で右三次士1体行くのはしょうがないかなと思います。でまあ左側も狙いつつ、こういうの走らせて、でこれ老服出せたらめっちゃでかいっすけど、まあそんなコストないよねっていう、一旦待ちましょうか。そしたらまあ僕はまあもうね、ゴレを出せるっていうのは、ゴレじゃねえ出来変わってるまあもう三次士出せるので、しかも相手はゴレを抑えてから4枚回ってないと思うんですよ、僕の感覚的に。なのでここで3勝出すと、ゴレ以外のユニットが出てこい、出てくれば、まあ、餌になりますよねっていう。あー、キョスケびっくり。でこれは右どうせ行かれるんで、1体だけ、あ待って、1体だけね豚さよならしようかなと思ったんですけど、全部あっち行っちゃいましたね。なんかトリトンとかすごい欲しくなるんですよね。ユーノの枠ワンチャントリトンでもいいかなと思ったんですけど、まあ、個人的にユーノが好きすぎて。いや待って、めっちゃうまくない今の。見た。今のタルババ神、タルババからの LSP でタギを変えるっていう、まあ、偶然でもあるんですけど。さあ、まあ三十種も一回出してもいいけど、まあ、ゴレ来たらでいいかなと思いながら、一回こっち攻めて、まあ、こっちにユニット咲かして、まあ、それを三十種で良妻回収っていうのが理想ですけど、どうでしょうか。相手のスペルが分かんないですよね。もう出しちゃって、まあ、こうウィザード読み言うのみたいな、まあ、そんな決まってはいかないですけど、このウィザードだけはマジでね、やっつけとかないと僕の光栄全部いかれる可能性あるんだよね。光栄っていうかマスケ、やばいやばいやばい、これっすね。一応回復してあげて、うわやばい、待って待って、俺の防衛が、防衛がいまいちだな。いやでも耐えれるで、あのこの時マジで一つだけ言ってなかったんですけど、これバルーンやばいっすね。三次士があるんですけど、三次士しかない、逆に言うと。なんで三次士出せない、基本的にそんな常に急こそないじゃないですか。なんで基本的に出せないんですよ、三次士を。まあ、なので、お前こっち来んな、こっち来んな。爆破。迷惑、迷惑。よし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 、来た。そう、基本的に出せないので、高回転のバルーンとかだと、めちゃくちゃ大変ですね。もうバルーン飛ばされるだけピンチなんで、マジでそういう相手には、あの、三重士出して、4コスで回して、また三重士出して、みたいな。盤面に、常に三重士を出しとくみたいな、そういう感じでやらないと、勝てないですね。だけど、なんならその試合をちょっとね、やりたいですね。今のところ2試合とも、なんか、ね、ただの高回転三重士デッキみたいな、あの、なってるんで、まあ、1コスだからこその三重士デッキのね、強さを、見せたいかなと思います。さあディガーですね、よろしく。さあ、あ、俺に気づいて喜ばれるのかなと思いきや煽られる俺、よし、うい、ここセパでいきましょうか。でディガーマスケだったら、まあ、ウォールブレーカーとか、うんかと思ったらバルーンですね。いやさあ、これさっき言ってた、やばいっすね。これもう普通だったら僕のデッキはハンターがいるんですけど、普通じゃないんで。まあ、雪玉かすけか。うん、やってるやってるやってる、できー。よし、これま、無限三十四で。いや、これ勝ちてえけどな。こういう相手にはマジで勝ちてえけどな。こういう相手こそ勝てないんですよね。マジで。三十四。いや、2倍タイムに入れば、まあ、なんならこっちの門説もあるんですけど、どうだろう。これすけかな。ディガー使ってくる。いやボコボコにしてえな。ロイヤル本当はボムタワー相手には飛ばしたくないんですけどね。まあ、これはでも飛ばした方がいいですよね。さすがに。で、マスケさえ処理できれば激アツなんですよね。オッケーオッケー。で、今スケ咲いてる。まあ、タルババも来るかもしれない。一回待って。よしよしよし。いやー、相手絶対ハンターいるって思ってるんですよ。てか普通ハンターいるじゃないですか。ハンターいないなんてありえないんですよ。なんならガゴ群れとかも。1コスで回して、バレないように。バレないように1コスで回して。よしよし、30視点かい。
これ無限に3次試展開しないと終わるんだね、僕。よいしょ。さあ、アイスピー1用ぐらい。いや、いらんかったか。まあ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 。よしよし。で、僕は、また30種展開しないと終わるんで。いや、展開しても終わりそうだな。いや、展開しても終わりそう。で、一応、アイスピで、一発だけには抑えれそう。いや、完封した！そんなことあるか？ちょっと待って、今、奇跡。俺がマジでびっくりしたよ。で、ここは、隅っこたるままで、生きらせたいです。いや、オッケーオッケー。いや、これでかい。ここにスケが来る。スケ来い。いや、タルババ。いやー、ヒースピが回復してる。え、待って、めっちゃいる、めっちゃいる。来た。やれやれやれ。いや、でもこれはもう一回三十四出しとかないと、もう一回バルーン雪玉でワンパンされる。これ、ユーノで一回攻めてあげて。いや、一発なら共有できる。一発なら共有できる。いや、なんなら一発も入らない。あー、入るか。バカバカバカ。さあ、あと90。ヒースピとかも使いつつ、いや、右のマスケが来たー。さあ、これはでかい。いや、これはね、マジででかいっすね。これだって1コスだからこそ、勝てた説は、本当にありますね。危な、まあ、ハンターだったら別に全然戦えるんですけどね。なんならハンターの方が良かったかもしれないんですけど、いや、でかいっすね。高回転三重視に、相手が苦戦しましたね。いや、でけえ。今の勝てたのはね、精神的な部分でもでけえ。よろしく。よし、もう一回ちょっと、あー、ヤリゴブリンはウォールブレイカー説ありますね、今流行りので。これも勝てるんですよ。勝ち方は、最初は三次出さないんですよ。三次出しても全然こう5ウッドで終わって、なんかコウモリヤリゴブとかナイトもいるんで全然通んないんですよ。で、じゃあどうやって勝つのってところは、ロイホグを飛ばしてたら、これボムタワーなんですよ。お、ボムタワーだから、2周目ロイホグを無理やり回して、そこに5を使わせてっていうプランなんですけど、今回相手が、え、バカバカバカ。なんで？いて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 。今回相手がね、なんと、もう使ってくれたので、5を。ここ決算ししたかったんですけど、回転が、コストが足りなさすぎて、やばい。やばいよー。さあ、ここは一回耐えましょうか。いや、これ LSP 使ったらダメだな、コウモリ用の処理に。一旦耐えますね。いや、これ奇跡的に勝てる時があるんです。あ、今回あれだ、相手ムート型だ。ってことはボムタワーがないので、これに 100% ファイボかユニットウッドが来るんですよ。いや、でけえ、それはでけえ。これちょっとタルで壊しちゃって、さあ、ディガー来てもタワーがね。オッケーオッケー。で、一応し、思ってやりゴブタゲ取れてない。いや、痛え。もうなんか、俺の受けが今下手だな。待って。これ絶対勝ちたい。マジで勝ちたい。1200もあれば十分か。いや、ロイグ飛ばしたいっすよね。ファイブを使え。回ってないか。なんなら。いや、これで回ったか。よしよしよし、来た。からですね、僕のターンは。まあ、ケツムートとか単純に嫌ですけど。さあ、こっちで、からの左っすね。で、この一体のマスケを延命して、ここで相手のムートを壊せるのはでかい。で、タルババエレスピで、あー、ダメージを追いつきたいんですけど、なかなか追いつけないっすね、ちょっと。ファイボ？高速ファイボ？いや、これ早めにロイグ飛ばしたい。三十石とロイグの間に隙間があれば、ファイボが当たんないんで。よしよし。で、まあ、ウッドかな。ウッド使ったから、ここ結構ぶっぱタイミング説ありますね。ナイト LSP で止める。いや、まあ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 頑張ってる、まあまあ頑張ってる。いや、流れはいい。で、ここでユーノ追加、これ神ユーノっすね。ピピピ、あー、ピピピして。いやー、流れはいい。いや、来てる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 。いや、来てるんだけど、これで通んねえのか。
これで通んねえよ、やばい。でも5使った。よし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 。いや、鬼ハード、鬼ハード。いや、飛ばしたいっすよね。言うのが言うの走る。いや、でかい。いや、これで5を使わせる。いや、ちょちょ、え、マジで勝てる、マジで勝てる。いや、このタイミングの D がウォールブレイクはそりゃ来るよね。いや、マジで気合い気合い気合いすぎる。いや、これやばい。2倍タイム入ったら相手のあれが回っちまう。5が回っちまう。いや、ここだ。あるぞ。勝つぞ。いや、マスキが、いや、拾う。いや、相手ファイブ外してる。いや、来た来た、ワンチャル、マジでやる、マジでやる、裏。いや、マジでやる、マジでやる、マジでやる。いや、ファイブ使ってねえ、さっき。いや、これ、D が来い。タイミング重ね、拾え。いや、これ、ローヨークが、いやー、あとちょっと、いや、逆、いや、おい、マジか、あと、90ぐらいかな。いや、あと80か。いや、これ、悔しいな、序盤、おー、もっともっと、耐えたかったっすね。いや、痛ぇ、これ、めっちゃ悔しいな、まあ、なんですけど、こういう高回転ファイボ系にも、全然ね、戦えるので、まあ、こっちの方がね、高回転、っていうはい、ところで、ぜひね、この34ね、4枚デッキ、1コス4枚デッキも皆さん使ってみてください。あんまおすすめできないけどね、なんか鬼大変すぎて。まあそういうところで今日降りたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価で、ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。